あとそれからさっきねちょっと健全な木っていう話をしたんですけども、他の農家さんの動画でもうカレッカレのね木からね野菜を取って出荷してるっていうのを見て、そんなので出荷しちゃうんだっていうのを感じてしまったことがあって、確かに消費者さんにはどんな木で育ったのかっていうのは見えてこないと思うんですけど、私だったらまさかそんなねカレカレのね木からね収穫したものをね箱に詰めて出すだなんてことをねしてるだなんて夢にも思わないなと思って、こうやって青々として綺麗な木からね収穫されてお店にね並んでるものだとばかり思ってたので、まさかね枯れてもうどうしようもないような木から取れた野菜をね出荷してるだなんて思わないし、それをね食べたいなっていうふうにも思わないんで、人の口に入るものを作ってるんだからどうでもいいっていうか、もうお金になれば何でもいいっていう考えはちょっと私は分かんなくって、そういう気持ちにならないんですよね。それは当たり前だと思ってたんですけど、そうでもない人もいるんだなっていうのがそれで分かって、ちょっと軽くショックっていうか、それプロの仕事なんだっていうのがね信じらんないなと思って、買ってくださる方に見えてないからって言ってごまかすようなことはしたくないね、やっぱりね最悪だよね。ただね、ほんとこういうのってその農家さん一軒一軒で考え方とかが違うんで何とも言えないんですけど、私は見えない部分もやっぱりね、ごまかしのようなことをするのは嫌だし、逆になんでこのね YouTube なんかを始めたのかっていうと、買ってくださったお野菜がねこういう風に育ったんですよっていうお野菜の履歴みたいな、そしたら安心して食べてもらえるかなっていうのもあって始めたのがきっかけだったんですけど、ね、家庭菜園なんかがすごくブームになってるっていうか人気が出ているところだったみたいなので、こうだんだんね動画なんかを撮ってるうちに育て方のなんていうのかな質問がたくさん来るようになって、それでねなんかノウハウ系の動画にこう推移してった感じなんですけど、そろそろねノウハウ系もいろんな番組出てきたしね、もういいかなっていうふうに思ったりもしてるんですけどね。私のやっている栽培っていうのは観光栽培の栽培方法とだいぶ違うんで、あとはね前回の動画のタイトル回収じゃないですけど、私が常識と思ってやってることは皆さんのね非常識だったりして、だからそうやって農薬も使わないし肥料も入れないでなんで育つんですかっていう質問が来るんだよなって思うんですよね。それのね回答になるような動画もね作ってきたんですけれども、お分かりになったでしょうかね。肥料っていう名前のものは入れていないけれども、当然野菜は栄養をのバランスっていうのかな、人間と一緒で健全な栄養バランスがあって元気に育っていくっていうのがあるので、全く土の中にはゼロじゃないっていうこと、何が入ってるのかなっていうと、今ここに生えている草を刈って枯らしてそれを畑に埋め込んでるっていう、それが残草なんですよね。ただ生残差じゃない、それから今ここで育っているお野菜なんかもここの土の今ある養分を吸ってるわけだから、ここにも土からの養分が入ってるわけで、これもやっぱり土に戻してあげないと土がね痩せていっちゃいますんでね、終わったお野菜なんかも積極的に土に戻していくようなことをしています。
ただ本当に気をつけなきゃいけないのは、それを生の状態でうなえ込んじゃダメっていうこと、うん、生山椒は本当に病気の元になるんで入れない、それだけが注意する点かな。あとはもう何度もうなえ込んでよくかき混ぜて空気の層をね作ってあげると、そこに肥料を保つ穴っていうのかなができてくるし、そこに水も溜まっていくしっていうね、